するかしら、話して嫌だからって言いますけど、お父ちゃん、こっちはもちろん手術しよう。僕の方が居ついちゃってるんだよね、固まっちゃってるんだよね。これ以外のことは選択
でもこうやってやって、いろんなことでこうやってなんでもできるでしょ。あの安定して普通にやってそういうふうにやってほしい。一つの選択としてさ、やり技で決まってこれしかできないのにこうなっちゃったら、これぐらいのことやったらちょっとこれ力入れてたら何にしてちゃうの。ここまで行ったらいいけど、でもこうやってやって、ね、いいもらって自分が安定して何でもできますって自由な状態になったら何でもできるの。何でも叩くよ。本当ですから、やっぱり投げよう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 ってやってたのってことじゃない。ちょっと残ってこう、今回だもん、あんってこう蹴り出しちゃう。じゃあ下を落としました。じゃあ今度このままこっちの手あります。そこからこうやるとこういう手足みたいな、このまま投げようとしない。向こう請求線上来た、こうやってあんまり足こうやってやってまっすぐくるのつく、今
後ろの足、こうやって曲げたままになっちゃうと体重がどっちかずになってしまう。なんで、しっかり
まっすぐやると、まっすぐ目標振り返ってるとないじゃあ次このまま優勝でいきますか。まとまって目標振り返ります。さっきお父さんに言うと赤い中の後ろでつま先上げて体を外と一緒に正面でこう出ますが腰返されていけば腰を返す
相手の方向けるので、ここ自由にして、ここ自由にしてビームを、まあやってみたら分かります。難しいから、ちょっと難しいけど、なるべくここを外すかな、整理して外すかな、こうやって回す、まっすぐって、こっからこう出ないと難しいんですけど、あげないでね。なんか顔しちゃってる。
秋葉、結構大通りやってます。怪我させちゃダメですよ。投げようと思うと、なるべくです。全部自分にもらってるんだ。自分の近く、自分の場所、ね、弾いてるんじゃなくて中にもらってるんだ。さっきも中にも言ったよ。中にもらってる。だから弾いてる。あれ飛ばしてる。中に離れてたら自分の中に、自分が近くて中にもらってる。そういうふうにやってる。こうにやってやりましたけど、今度ここから腰を変えると、これ投げ技ができます。こうやって、こうに、こっちに投げる。こうやって、くるりんこに、こう、まあどうでもいいんだけど、くるりんこに、くるりんと入れ替わる。今中入ったら、今度はそこで、こうに。こうやってて、もっと遠くなれば、もうあんまり離れちゃうと、まあ、ちょっとお互いにこうなっちゃう。なるべく近く、近く入っといて、一本入って、こういうふうにやりたい。じゃあ、それやりましょう。わかりますね。これで、これから、近いか。今、こうやってから今、こうやってから向こうに行って、こういうパーツ。だから、したらもうここに入れたら、そうすると呼吸投げなんですよ。終わったりしてこっちから来たらこっちから来たらで、これ座ってから呼吸投げて座ってやるから向こうはみんな向こうに投げようと思ってグリーンとここに入れ歯あるんだこれこうそういう感じだから。もう一度。